タビーです。9月20日午後3時です。いやー、正面山、十勝岳連峰、綺麗ですね。もう十勝岳も噴煙上がってる。いやー、今日はこれから、美瑛の色彩の丘へ寄り、そして朝日岳。いやー、もうそろそろ結構紅葉が色づいてるんじゃないですかね。さっきホームページ見ましたが、結構上の方赤くなってましたよ。今日はこれから夕方行ってみましょう。それでは最後までよろしくお願いします。おお、もうちょっとで三山峠に来ますね。ここ右側に観覧車あるんですね。見えました。右側トリックアート美術館と観覧車あります。そして奥には山が綺麗に見えてます。ちょっと画面には映らないんでごめんなさいね。ここは右側側からも、おー、写真撮ってる人いますね。ここの右側も素晴らしい絶景なんですよね。いやー、来たことある方いらっしゃるかな。雲一つないです。はい、今ビバウシ駅を過ぎまして、この先、いやー、この踏切ですね。結構いろんな方が動画撮られてるとこ、ここ本当単線でエモいんですよね。富良野線ですね。これを越えてもうちょっと行くと色彩の丘に行きます。はい、こう左折したら色彩の丘ですね。おー、アルパカ牧場の看板も出てます。いやー、僕の何年ぶりかな、かなり久しぶりですね。わー、結構駐車場まだこの時間も混んでるんですね。
くの畑の彩りすごいですね。そしてバックには雲一つない山々があります。左側で写真撮ってる方いっぱいいますね。まだこの時間でも混んでます。今三重の市街地を走っております。おお、ちょうど左側三重の駅ですね。ここの通りは、電柱がないのでほんと、空が広くて、いやー建物も揃ってて綺麗ですよね。この街並みな。それではこのまま朝日岳向かいましょう。いやー美瑛の街を通り過ぎて真正面に朝日岳が見えております。朝日岳に向かってまっすぐ走っております。いやーすごいですね。もう日が傾いてきているので、夕日を浴びた朝日岳ですね。これからあそこに向かってきます。道道213号、天人峡美瑛線を今走っております。おー左側中別ダムの湖見えてます。いやー大きくて綺麗ですね。そしてその奥には、お、この橋左側から見えますかね。おー朝日岳も綺麗に見えてます。はい、ここを左折で、こっちですね、朝日岳方面向かります。右はまっすぐ行ったら天人峡ですね。左から刺してますね。おー幻想的です。これからずっと上り坂になりますね。あー川は走れ渡ります。大雪山国立公園、こっから上りのドライブです。それではノンストップで行ってみましょう。
朝5時を過ぎました。いやー、やっと旭岳温泉着きましたね。おー、正面旭岳綺麗です。結構皆さん写真撮ってますね。おー、小見川ゆこまんそう温泉いいですよね。おー、ロープウェア見えてます。いやー、噴煙も上がって、いやー、紅葉してるの見えますね。わー、綺麗だな。すごい雄大です。朝日だけはほんとパワースポットですよね。いやー、パワー回って帰ろう。もうちょっとでロープウェイ着きますね。わー、この感じいいですね。山に来たって感じですね。大見川ラビスタありますね。ここ一回泊まったことあります。結構赤くなってますね。綺麗だな。この周りの木の葉っぱも結構オレンジとか、赤くちょっと色づいてますね。おー、そうそう、終点ですね。いやー、久しぶりに来たな。おー、右側ベアモンテホテルですね。来たのかな。あとは毎年前冬に滑りに来てたんで、それ以来ですね。それでは降りてみましょう。いやー、さすがにここまで登ってくると結構涼しいですね。そして正面、これ夕日を浴びた朝日岳です。いやー、結構ロープウェイ登って帰っていく方いっぱいいますね。やっぱり3連休の最後ですもんね。でもまだまだこれから紅葉は続きます。それではこれから温泉入って帰ります。おお、下りも夕焼けで綺麗でした。これから下っていきます。
朝日岳からチャンネル登録よろしくね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。